こんばんは、みなみです。今週末のゴールドシップ産駒出走情報のまとめをお送りします。いつもご視聴いただきありがとうございます。初めましての方はぜひ高評価にチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは出走情報スタート。今週土曜日は5頭出走します。まずは東京1レース、3歳未勝利に2番サプライズイベント。東京4レース、3歳未勝利に12番ウェルシュゴールド。競馬場変わりまして中京2レース、3歳未勝利に8番ユリシーズが出走します。競馬場変わりまして新潟4レース、4歳以上障害オープンに8番マイネルダンク。新潟7レース、3歳未勝利に16番ベリーナブルーが出走です。土曜日の注目馬は東京4レースに出走するウェルシュゴールドです。前走ゲートが開いて止まったままですね、なかなか出れなかったんですけれども、今回はきちっとゲートを出てくれるんじゃないかと楽しみにしています。距離も初めての2400m ということで、いい順位で来てくれるのではないかなと期待しています。今週日曜日は6頭出走します。まずは東京3レース、3歳未勝利に火曜年華とジュレップグラス。東京7レース、4歳以上1勝クラスにネイチャーシップ。東京11レース、オークスに14番シーグラスが出走します。競馬場変わりまして中京5レース、3歳未勝利に名勝ブレゲー。競馬場変わりまして新潟11レース、イダテンステークスにジュニパーベリーが出走です。今週日曜日の注目馬は東京3レースに出走する火曜年華と東京11レースに出走するシーグラスです。もう火曜年華ちゃんはもういつもいつもいい戦いをするんですけれども、なかなか勝てなくてですね、今日こそ初勝利が見たいです。なんとか火曜年華ちゃんの努力が実りますように、皆さんで応援しましょう。そしてオークスに出走するのはシーグラスです。オークスといえば去年のユーバーレーベンちゃんの勝利が、昨日のことのように思い出されるんですけれども、今年はシーグラスが頑張ってくれるということでとっても楽しみです。ぐんと後から飛んでくる末脚の良さをですね、活かしてほしいなと思います。それでは出走馬の情報を一頭ずつチェックしていきましょう。5月21日土曜日です。東京1レース、3歳未勝利に出走するのは2番サプライズイベントです。牝馬3歳のクリゲちゃんになります。戦績は1戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が1回です。前走5月7日の現在9番人気になります。サプライズイベントちゃん、とっても美人さんですよね。名前の意味は驚くような催しと、そのままなんですけれども、頑張ってほしいなと思います。皆さんで応援していきましょう。東京4レース、3歳未勝利に出走するのは12番ウェルシュゴールドです。牝馬3歳のクリゲちゃんになります。戦績は5戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が5回です。前走4月17日の現在8番人気になります。先ほどの1レースサプライズイベントちゃんに引き続き、4レースウェルシュゴールドちゃんも、どちらもですね、白色の流星がおしゃれで、クリゲが可愛い美人さんです。ウェルシュゴールドちゃんの名前の意味は、イギリス王室の結婚指輪に使われるウェールズ産出の金です。中京2レース、3歳未勝利に出走するのは8番ユリシーズです。
センバ3歳の足毛くんになります。戦績は7戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が7回です。前走3月19日の現在6番人気になります。ユリシーズの名前の意味は古代ギリシャ世界の英雄です。新潟4レース4歳以上障害オープンに出走するのは8番マイネルダンクです。ボバ4歳の足毛くんになります。戦績は15戦1勝、1着が1回、2着が2回、3着が3回、それ以外が9回です。前走4月23日の現在3番人気になります。マイネルダンクくん、尻尾が白くてですね、いつも障害戦の時に尻尾ばっかり見てしまいます。今回もですね、とにかく無事に、走り切ってほしいなと思います。マイネルダンクくんの名前の意味は冠名のマイネルにダンクがドイツ語で感謝を合わせたものです。新潟7レース3歳未勝利に出走するのは16番ベリーナーブルーです。牝馬3歳のクリゲちゃんになります。戦績は2戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が2回です。前走4月30日の現在6番人気になります。ベリーナブルーちゃんなんですけれども、ここ2戦見ていると、やっぱり芝の方が良さそうなので今回も芝です。頑張ってほしいなと思います。名前の意味はコチョウランの原種の花の名前です。5月22日日曜日です。東京3レース3歳未勝利に出走する1頭目は火曜年下です。牝馬3歳のクリゲちゃんになります。戦績は9戦0勝、1着が0回、2着が4回、3着が1回、それ以外が4回です。前走5月1日の現在2番人気になります。頑張り屋さんの火曜年下ちゃん、もう今回こそ勝ちましょう。絶対初勝利が見れます。頑張ってほしいです。火曜年下ちゃんの名前の意味は、このように書いて、人生で最も美しい瞬間とのことです。東京3レース3歳未勝利2頭目はジュレップブラスです。牝馬3歳のクリゲちゃんになります。戦績は1戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が1回です。前走1月16日の現在16番人気になります。ジュレップグラスちゃんの名前の意味はミントジュレップのグラスということで、お母さんの名前から連想とのことです。東京7レース4歳以上1勝クラスに出走するのはネイチャーシップです。モバ4歳の足毛くんになります。戦績は16戦1勝、1着2着がそれぞれ1回、3着が3回、それ以外が11回です。前走4月24日の現在2番人気になります。1ヶ月経ってないんですけれども、私の中では久しぶりのネイチャーシップくんです。走ってくれるのを待っていました。ネイチャーシップくんの名前の意味は冠名のネイチャーに、お父さんのゴールドシップのシップを足したものです。東京11レースオークスに出走するのは14番シーグラスです。牝馬3歳のかげちゃんになります。戦績は7戦2勝、1着が2回、2着が1回、3着が0回、それ以外が4回です。前走4月10日の現在17番人気になります。シーグラスちゃんの後ろからぐんぐん上がってくるあの走り方がですね、好きな人も多いんじゃないでしょうか。私は大好きです。ゴールドシップ産駒オークスは構想してるんですよね。去年の勝利したユーバーレーベンちゃんはもちろんのこと、一昨年のウィンマイティちゃん、13番人気だったんですけれども3着でした。シーグラスちゃんも現在17番人気ですけれども強い走りを見せてくれると信じています。
現地に行かれる皆さん、雄姿を目に焼き付けてきてください。中京5レース3歳未勝利に出走するのは名将ブレゲです。ボバ3歳のクリゲくんになります。戦績は6戦0勝1着が0回2着が2回3着が0回それ以外が4回です。前走5月8日の現在3番人気になります。名将ブレゲくんの名前の意味はですね、冠名の名称に、ブレゲが人名を意味します。新潟11レース板天ステークスに出走するのはジュニパーベリーです。牝馬5歳のかけちゃんになります。戦績は22戦4勝1着が4回2着が2回3着が4回それ以外が12回です。前走4月10日の現在5番人気になります。ジュニパーベリーの名前の意味は西洋ネズの実です。最後にお知らせがあります。ゴールドシップ産駒の出走情報地方競馬バージョンを毎朝ツイッターで投稿しています。よかったらチェックしてみてください。馬番が確定していないのは確定し次第コメント欄に投稿します。結果は日曜日にまとめて投稿するのでぜひご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。